皆さん、こんにちは。アリーナウクライナチャンネルのアリーナです。3週間動画が釣れずに申し訳ございません。なんか、保護、サイレント、爆発のせいで3週間余り寝ることができなくて、日本語が分かりにくいの場合、申し訳ございません。今、私は家族と一緒に無事にいますが、キーウから避難できました。今回はウクライナと私の情勢についてお話ししようかと思います。最初2月24日にロシアはウクライナを侵攻したとき、言えないほど怖がりました。ありえないです。21世紀なのに戦争があり得るのかアンチですか？ロシア軍人は本当に私と私の家族を殺しに来たのか？なぜ？爆発はマジでしたか？3日間何もわからなくて、キーウにいて、27日にパスポートとパソコンを持って、キーウから避難することを決めました。26日の夜は一番怖かった朝3時から5時まで私の周りに3回の爆発と絶え間ない砲撃が続きました。トゥ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 とか、その音はまだ私の頭に聞こえます。キーウの中央駅はたくさん人がいて、お年寄り、子供、被害者、ペット、すべての男子はすでに満員で、人々はそれが逃げる最後のチャンスかもしれないと恐れていました。すべての列車の遅れは5、7時間でした。私の列車は6時間ぐらい遅れましたが、ついに電車に乗りました。キーウから逃げます。おばさんが住んでいるドニプロ市に無事に到着しました。4日間できるだけ食料と薬を買いましたが、見ての通りにスーパーマーケットは食料とか水が不足しています。特に不足している食料は小麦粉、パン、缶詰などですね。なんかそういうことです。まあスーパーマーケットもなかなかべ物とか食料はないです。やばいやばいやばいですね。まあ買える食料は買います。皆さんこんにちは。今いろいろな食料とか材料を探してみます。で、例えば爆弾があった時に破片を避けるために特別なメッシュブロッキングを買います。こういうもの。窓にメッシュブロッキングを窓にかけます。そういう状態です。でその先にもアップデートします。できるだけ食料を買います。ニプロ市は東なので、ロシア軍人は侵攻する可能性が非常に高いです。そのために3月4日に家族と一緒に西へ飛行することにしました。ウクライナは侵攻してから海外、例えば、ポーランド、ルーマニア、モルダワも到着するはできません。ウクライナから逃げることはできません、今は。なので、目的地はウクライナのジェルノブリ市で、あそこにアパートを予約しました。3月4日7時にニプロ市から出発して、車が 30km の渋滞に巻き込まれましたので、ウーマン市に行くのに十分なガソリンしかありませんでした。ウーマン市に寝る場所はなかったので、給油所に車の中に一泊寝ました。外は零下6度で死ぬほど寒かった。なんかガソリンもなくて温めることもできなかったんです。はあ、そういうことだ。今も覚えてすごくなんか死ぬかと思いました。次の日は車に20リットルのガソリンを補給して20リットルしかできません。ウーマン市内で何人が寝られる場所をやっと見つけて、みんながすごく疲れているので、そこに一泊寝ることにしました。ジェルノブリ市まで行くのが不可能になりました。この前に予約したアパートの家賃は5倍に高くなりました。1ヶ月の家賃は$2,000で、普通こういうアパートの家賃は$400ですが、急に$2,000を払うのは絶対に無理です。そのためにウーマン市にしばらく泊まることをしました。皆さんこんにちは。今ウーマンにちょっと飛行しましてこの状態です。まあ働くとかなんか買い物買うのは本当に大変です。でもなんとか食料を探します。Да, а это пробач. Давайте з мені ще засунути, тільки треба буде.なんか、いつも見ていただきありがとうございます。皆さんもお大事にしてください。ウクライナでは平和になるように祈っています。自分の家に早めに帰るように祈っています。